で、小脳の神経回路というのは、ちょっと知らない、もちろん知らないと思うんだけど、まあ、全然知らなくていいんですけど、こういうのがあって、まあ、この小脳のこれ、神経回路のどっかにあったかな、ちょっと待ってね、もっといいのがあったよね。ちょっと、サイエンティフィックアメリカンのリーナスのやつが、リーナスのやつがいいかな。ちょっと待ってね、サイエンティフィックアメリカンのリーナスの論文、ちょっと古い論文があるんですけど、ロドルフ・リーナスっていう有名な人の論文があって、リーナス・セレブラル・コーテックス、これか、セレブラル・コーテックス。これ動物ですね。人間だとちょっと隠れてますけど、動物だとこういうふうに小脳がこういうふうに出ていたりします。シングルビューにしましょうか。小脳こんなふうになってる。小脳こんなふうになってる。で、小脳はこういうふうにある。人間だともっと大きいけどね。それで、これが大脳皮質の、大脳ですね。これが小脳ですね。で、後ろにあって、これが脳幹があって、これが脳梁があってですね。で、これを、ここのところのシワをスパッと切ると、こう小脳の、皮質、これ小脳皮質というのがあって、小脳にも皮質があります。で、小脳の皮質というのは、入力があって、顆粒細胞という入力があって、顆粒細胞が平行線維を出して、この前ちょっと、パーセプト論のところで、ちょっと LTD のところでちょっと言いましたね。顆粒細胞が、平行線維を出して、プルキンゲ細胞に行って、出してプルキンゲ細胞が小脳皮質の出力として出して、小脳核に行くという、のを、ちょっと最初見たら、まあ、小脳っていうのは入力と出力がはっきりしてるんです。で、入ってくるもの、入ってきて、顆粒細胞が、受け取って、平行線維を出して、プルキンゲ細胞で統合されて、プルキンゲ細胞が出力をして、小脳核に行くというのが、小脳皮質の働き、小脳皮質の、まあ、ざっくりした働きですね。で、そうですね、これが小脳皮質。で、他にあったかな。これ図式的になっていて、ちょっと待って、ね、こんなもんかな。これ、小脳はどの動物にもあるんですね。こう、カエルから、まあ、猫から、人からこんな風にやってる。人は、で、大体なんか大脳皮質が大きくな、大脳皮質の大きさと小脳皮質の大きさを書くと、大体比例係数が1ぐらい、ほとんど1ぐらいですね。で、両方とも大きくなっているというのが知られています。だから、小脳というのは大脳と連関をして何かをしてるというか、重要なもので、人間は特に大きくなっていて、人間は小脳のが横に広がっていて、小脳半球というのが大きくなっています。それは認知機能とかに関わっていると言われ、運動だけじゃなくて認知機能にも関わっていると言われます。まあ、これが小脳の後ろから見たやつで、これを輪切りにしたやつですね。このピンクの部分がさっきの小脳皮質っていうところで、その中にちょっと書いてないけど、小脳核というのがあります。で、そんなもんかな。それがまあ、大体ちょっと小脳は何ですかっていうのをざっくりした話なんですが、まあいいや。まあ、小脳とは何かっていうと、そんな感じですね。で、今ちょっとこれ、小脳のここの皮質の部分ですね。もう C5 は帯状線維として入力が入ってきます。入力が入ってきて、その入力の中で、これ顆粒細胞があって、顆粒細胞から平行線維に行って、プルキンゲ細胞があって、プルキンゲ細胞から核に、小脳核に行って、小脳核から、戻っていくという、入力と出力が小脳っていうのははっきりしている、珍しい部位ですね。なので、何か機能があると。で、前回、前々回の時に、前回か、先週か、先週、シナプスの可塑性の話をした時に、パーセプトロンの話で、LTD の話をしましたね。それは、この、平行線維からプルキンゲ細胞への、可塑性が、あるという、話をしました。じゃあ、この神経回路でパーセプトロンみたいな計算をし、のような、パーセプトロンっていうのは何でも計算できるわけですね。入力が与えられて、それに対して適切な出力を出すということですから、どんな計算でもできると。じゃあ、具体的に、身体運動でどういう障害が起きているから、
先ほどのような運動失調、振動的で不安定な運動が生まれるのかっていう議論がありますね。っていう疑問が生じますね。それに関してちょっと答えていきましょうというのが今日の話です。今回の話です。で、これも三大話になっていて、最初、小脳の、話、ちょっと小脳の話を詳しく、小脳ってはどういうもんですかって話をして、そして、小脳の計算として、こういうことをしてるんじゃないかということで、キーワードとして、インターナルフォワードモデル、内部順モデルという、力学計算、これも力学計算なんですね。予測の計算をしてるんじゃないか。フォワードっていうのは予測という意味です。インターナルというのは内部という意味ですが、体の、状態を内部のモデルとして持っているという意味で、体のモデル、体をコピーしているようなものということで、インターナルと思ってください。で、外界の、体とか環境を内部でにモデル化する、そして予測をするモデル、それが内部順モデルだと思ってください。で、この小脳はそういう予測の計算をしているんじゃないかというのが、ここ30年かな、最初に戻ると伊藤正夫先生、亡くなられちゃった伊藤正夫先生が、50年前に書いた1970年の論文に小脳が内部モデルのようであるみたいなことが書いてあるんですね。でもうその時は、まあ、伊藤先生が1970年に書いた論文っていうのはとても今読み替えるととてもモダンで、予言のような論文ですね。そういう論文があったんですけども、でも内部順モデルというので小脳がそういうのをやってるというのが意識されだして研究が進んだのは90年代の後半だから20年ちょっとぐらいですかね。そんなもんかな、20年、30年ぐらいのところで小脳の働きというのがしっかりして分かってきました。で、まあ、そもそももうちょっと戻ると、小脳に障害が受けると、運動障害が起きるというのも、最初の時の授業で、講義で、ライフルを受けると、ライフルで、後頭葉を障害すると、視覚障害が起きるという井上達治の話をしました。で、それと同じように、小脳も脳の後ろにあるので、結構そういう障害を受けやすいんですね。で、そういうライフルなどで、戦争の時に、不幸にもその小脳に障害を受けてしまった人がどういうふうな運動障害が生じるかっていうのはイギリスのホームズが報告していて、それが第一次世界大戦の頃で、運動がそういうふうにクラムジーとか、なんてオークワード、なんていうんですかね、ぎこちないとかね、たどたどしいとかいうのかな、そういうような運動になるって、さっきみたいな運動になるっていうのを報告していて、ホームズとかがそういうことを言っています。でもじゃあそれは具体的にどういう計算、情報処理が障害を受けているのかという理解というのはが進んだのは本当にここ30年ぐらいで、そういう内部順モデルという考え方が出てきたことによって小脳はそういうことをしているんじゃないかというふうに思われています。じゃあこれの話をまずしましょう。で、小脳っていうのは面白い構造で、モッシーファイバー、これ帯状繊維って言いますね。帯状繊維、これっていうのは入力でいろんなところから入ってきます。小脳皮質に入ってくる入力で、これが1000万本くらいある。で、1000万本ぐらいあるのが、これがこれだと100ぐらいなのかな。人の場合ですけど、大体ですね、下流細胞というのはとても多くて、ちっちゃい分とっても多くて、下流というのはちっちゃいんですけども、とっても多くて、100億ぐらいある。そうすると、これ、大体3桁ぐらい大きくなりますね。この入力に対して、このグラニュールセルが3桁ぐらい大きく。そして、この下流細胞からプルキンエ細胞へが、また数が減って、1000分の1ぐらいなのかな、100分の1ぐらいなのかな。ちょっと数字忘れちゃいましたが、ちょっと数小さく。そしてさらにこの小脳核細胞というのが情報が圧縮されて、大体、入力に対して出てくるのが100分の1、何十分の1ぐらいのオーダーだったと思いますけど、多様な入力を小脳はいろんなところから受けてるんだけど、出力して返すのはその、まあ、10分の1から100分の1程度と言われています。まあなんかこう、入力をして、出力をする。という関係になって、で、不思議ですね、入力を入れて、それをぶわって
大量のニューロンで拡張して、そしてそれをまた圧縮して返すという、なんかまあ意味ありげな構造ですね。この構造にも結構意味がありそうな感じがあるんですが、マーとか、アルブスはこれが情報表現をスパースにするせいだ、する働きがあるとか言ってますが、まあちょっとそこら辺は最近疑問が出ています。まあちょっとだんだん逸れてくるんですが、まあそういう話。で、まあ入力があって、とりあえずここでは入力があって、入力があって、入力の帯状線維、顆粒細胞、プルキンエ細胞、そして視床核というか小脳核の細胞があって、視床から。まあ入力と中間の皮質の出力であるプルキンエ細胞と、小脳核の細胞というのがあるっていう、こういうふうな流れになっているということだけ覚えててくれればいいです。で、これは、小脳皮質の比較的ミクロな構造ですが、よりマクロに、小脳がどういう結合をしているかというのが調べられていて、今から話す、小脳半球の部分というのは、大脳皮質とヘイループ構造を成しています。それを大脳小脳連環と言います。で、これを見てみると、ここから行って、大脳から行って、大脳からぐーっと行って、どこだ？これが、この赤いところがポンティンニュクライという強核という構造ですね。端の核と書いて強核と読みますね。強核という構造を経由核にして、これが入っていって、帯状線維を通して、小脳皮質に入る。で、小脳皮質で、先ほどのプルキンエ細胞が出力を出して、ここが、小脳核があって、それが視床を通して、視床から、大脳皮質の同じところに戻る。で、まあ、模式図的に書くと、第一次運動野が、一次運動野があって、一次運動野が強核、小脳皮質、小脳核、そして、視床を介して戻すという、こう、ヘイループ構造を成している。で、投射したところと同じところに返すというのがミソですね。で、これ、M1 という一次運動や、さっき話したところですね。それが小脳とヘイループを成している。で、46というのは、もうちょっと前頭葉のワーキングメモリーとかに関係するようなところですね。それも同じように、小脳に投射して、強核を通して小脳に投射して、視床を通して戻ってくるという、またヘイループ構造を成しています。まあ、こう、投射したところにも、ヘイループ構造を成しているというのが分かってきています。なので、今話すのはこの小脳皮質と小脳核のところですね。で、そこのヘイループ構造を話があります。で、はい。で、じゃあ、その内部準モデルって何ですかって、小脳の話をしました。で、内部準モデルって何ですかっていうと、内部準モデルっていうのは、運動制御に対して、こういう問題があります。頭の中でこう動きたいって、さっきの、こう動きたいっていうのがありましたね。例えば、到達運動ではゴールがあると。何かコップに手を伸ばしたい、リンゴを取りたいとか、そういうのゴールがありますと。今の視点から終点に対してのゴールがありますと。それが何か意思というか、目的があり、運動意思がありますね。それを制御機に入れますと。そうして、そういうふうに動くように運動指令を出したいと。それで手が動いた。プラントっていうのは手とか体のことですね。で、コントローラーはまあ運動野だと思ってください。運動野がこうやって、運動野が運動指令を出して、そして筋肉が収縮して手が動いたと。そうすると実際手の運動が出てくると。で、この運動を脳が感知するためには、まあこう、視覚入力でもいいし、手の筋肉の、固有受容体でも、触覚センサーでも何でもいいですが、そういうふうな触った、動いたという情報が感覚情報で戻ってきます。そのようにして、戻ってきて、これ、脳の中に戻ってきて、感覚処理を通じて戻ってくる。で、この場合、問題というのは、ここでどういうふうに動いたかというのが、脳に伝わるまでに、ちょっと過去になってしまう。というのは、いや、そうですよね。神経伝達っていうのは、無限の速さではなくて、まあ、数十
メートル毎秒ぐらいかかって神経伝達に時間がかかるので、ここからここに行くのに遅れてしまう。つまり脳というのはこの感覚入力だけ見てると体の過去の常に過去の状態を見てるんですね。そういうふうなそれでフィードバックをする。そうするとこれが不安定になることが知られています。で、これが不安定になって、この過去の状態しか知らないとすると、不安定になってしまう。で、その不安定にもかかわらず、我々はこういう問題があるにもかかわらず、こういう時間遅れの問題があるにもかかわらず、我々運動早くできますね。例えばここのタウっていうのは、視覚情報であれば、視覚っていうのはちょっと遅いセンサーなんですね。その光受容体っていうのが、光感受性のセル細胞っていうのが、ロドプシンっていうのは反応が遅いので、そんな早く見えない。だから我々、蛍光灯とかは実は 60Hz ぐらいで、東京だったら 50Hz か、50Hz で、チカチカ点滅しているんですけど、我々気づかないですね。テレビとかも実はそれは、実はパラパラ漫画のように、パッパッパッパ出してるだけなんですけど、我々動いてるように見えますね。それはなぜかというと、我々の、速度に対する、感受性が低いので、数十ミリ秒ぐらいのものをパッ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 と見つかれると、離散的な図というよりは、連続的な運動があるように見えてしまうわけです。それアパレントモーションっていう、心理の加減運動っていうのかな、っていうそういう現象ですね。それは視覚のセンサー、網膜の細胞の反応特性の遅さに起因しています。で、いいですかね。こういう、大体なんか脳の中に視覚信号だと、その運動のところに到達するまでには100ミリ秒ぐらいかかる。で、その、筋肉のセンサーでも、もっと速いものでも50ミリ秒ぐらいかかる。そうすると、我々の運動、例えばパッて手を伸ばすなんていうのは、数百ミリ秒ぐらいの運動の中で100ミリも遅れると、結構問題が生じるわけです。で、それを解決するための一つのメカニズムとして、準モデル、先ほどから言っている準モデルというのが提案されています。準モデルっていうのは何かっていうと、これ準モデルも基本的に運動方程式を解いてるんですね。過去の状態がこれでした。そして自分がどういう運動指令を与えました。ってすると、だからちょっと前にあそこにいて、自分がこうしたっていうのが分かるわけですよね。そうすると、今どこにいるっていう推定値。なので、これ実際の値は X なんだけど、推定値ということで X ハットって書いてます。これは予測値と言ってもいいかな。予測値なので、X ハットって書いています。X ハットという現在の、現在の、あれですね、現在の、位置の、推定値ですね。っていうのが、この運動方程式を前向き、時間的に前向きに解くことで得られます。これ過去のやつにどう押したか、どう引いたかっていうのが分かれば、今どこにいるか分かるでしょって、単にそれだけで、それを時間的に前向きに解くということで、フォワードモデルと言います。コーザルで解くので、フォワードモデルというのがあります。いいですよね、これね。で、脳の中にこういうフォワードモデルという計算があることで、この遅れたフィードバックなんだけども、自分の運動指令を使うことで、どこに今いるかというのが推定することができる。その計算が準モデル。そういう計算をやっているのは準モデルだと思われます。で、準モデルがあると、運動が安定しますというのをちょっと簡単なシミュレーションで見てみましょう。本当に簡単です。今、これ手だと思ってください。この丸ね。それでこれが行きたいところ。今、手が1という、場所にいます。それで行きたいところは0です。こうやって戻りたいと。それでもし、フィードバック制御が現在の時刻によっている、正しい今の場所によ、位置によっているとすると、この手というのは、手のこの丸というのは、こういうふうに、振動せずに、こういうふうに自分の行きたいところに行くと。一方、フィードバック制御のこの F という力ですね、この力というのが、過去の時間によっている。これはだから内部準モデルによって、が働いてない状況だと思ってください。これは内部準モデルが働いている状況で、これが内部準モデルが働いてない状況だと思ってください。だから、今ちょっと逆になっちゃいましたね。この上のこの図というのの、こう、
この遅れた時間遅れがある入力でのフィードバックというのが、こっち下になっちゃいましたね。逆になっちゃいましたね。この、ここでの運動で、フォワードモデルで推定が予測ができている、現在の状態が分かっているときのコントロールというのが上だと思ってください。ちょっとムービーを見てみましょう。まあ上の方はまあこうちょっとゆっくりやってるけど、ちょっとずいぶんゆっくりしたシミュレーションになっちゃいましたけど、上の方はなんかこうスッといっちゃいましたね。で、下の方はなんかこう振動してる。ちょっと戻ってみると、こう戻ってみましょう。こうでしょ、こうやってるでしょ。で、今この濃い方の丸が実際の手の位置と思ってください。で、この薄い方の、丸というのが、時間遅れの位置だと思ってください。つまり脳は、実際の手はここにいるんだけど、脳はまだここにいると思ってるわけですね。時間遅れがあるから。それでこう言ってみましょう。これ進めてみると、今これ、この手というのは、ターゲットのこの原点のところ、ゼロのところにちょうど来たんだけれども、頭の中ではまだ届いてなくて時間が遅れてるから、頭の中ではこの手というのはまだこんな離れているとすると、脳はこっちの方にさらに行けって押し続けるわけですね。こういうふうな、そうするとオーバーシュートしてしまう。それで今度戻ってきて、また今度こうやって原点のところに、こういうふうに原点のところに来たにもかかわらず、オーバーシュートしすぎてると脳の中では思ってるわけですね。そうすると引き戻しすぎてしまう。それでこうやってやっていくと、時間遅れがあると、こう実際の位置と、実際の位置と、頭の中で思ってる手の位置っていうのは遅れてるんですね。頭の中の位置が遅れてるんですね。そうすると、もうここついてるにもかかわらず、行き過ぎてるにもかかわらず、さらに押して振動的になっていくと。これ、なんとなくさっきの、運動失調の患者さんの運動に似てるでしょ。で、小脳の患者さんで起きてることというのはきっとこういうことなんじゃないかなというふうに思われています。全部が全部これで説明できるとまで言いませんけど、ああいう振動的で不安定な運動というのはきっとこの内部準モデルの障害、内部準モデルで予測ができなかったから遅れたフィードバックによって手を制御するしかないと。そうすると、こういうふうな振動的な運動になってしまう。で、こういう計算が小脳の中で行われているんじゃないかなと思われています。で、いいですかね。小脳の、神経回路と、小脳がそういう計算を内部準モデルという、内部準モデルのような、内部準モデルですね。内部準モデルのような計算をしているんじゃないか。その内部準モデルが壊れることによって、こう振動的な運動が出てくる、運動が不安定になって振動的になるという話をしました。で、小脳が内部モデルをしてるんじゃないかっていうのは、まあ、僕が言い出したんじゃなくて、もっと偉い人がもっと言ってるわけですね。で、小脳患者さん の、運動解析をしてどういう障害が起きるかっていうのを見て示している人たちがいる。例えば、予測性のね、運動の活動が出たり出なかったりするっていうのを、患者さんで見て調べている人たちがいます。で、こういう実験をやるんですね。こういう実験っていうのはね、どういう実験かというと、僕はあんまり絵がダメなんです。こうやってこんな風になって、こういう風に皿があって、片方の手でこれを持ってると。下手くそだね。それでもう片方の手に重りを持っていて、重りを落とすと。
で、これ重りを落としてこの皿にぶつかるわけですよね。そうすると姿勢を安定したいとすると、自分でこれ自分のタイミングで落とせるわけですね。自分の、まあ、もっと重いボールでもいいで大きいボールをこうやってこうやってポトンと落とすと、そうするとぶつかる瞬間っていうのが予測できますよね。そうするともしその自分の運動に対して予測ができるのであれば、このボールを離してこのボールがぶつかる瞬間かその前からこの押さえてる方のこのお皿を支えてる方の手の筋活動が上がるはず。それで我々ね、そうすることでそういうふうに予測することで安定的にこの皿が動かないように抑えることができる。で、健常者の人はそう予測性の活動が出てくるんですね。筋活動が出てきて、自分が落としたのがぶつかるという予測をして、ぶつかる前からこっちが筋活動を上げて、このお皿がガタつかないようにする。一方、小脳患者さんと同じことをすると、そういう予測性の筋活動が出てこないんですね。これノワークっていう人の実験かながあって、ノワークって2004年とか2007年の論文がありますが、このこちらの方の支えている方での、筋活動っていうのが予測性の信号が小脳患者さんでは出ないと、小脳失調の患者さんでは出ないということを言っています。で、まあ、そういう予測性の成分が、小脳患者さんでは出ない、ノワーク、今言ったらノワークの論文ですね。ノワークの論文とか、あとはそういう運動学習とか、小脳は運動学習にも、今、運動予測の話をしましたが、運動の予測学習にも効いていて、運動学習にも小脳がある、障害を受けると、運動学習が障害を受けることを知られています。で、運動学習の時に小脳がどういうふうな活動を見せるかというので、今水先生ですね、東大の今水先生、当時 ATR におられた今水先生、ネイチャーの論文とか、あとこれも面白いんですね。運動をしている時に、TMS とトランスクレニアルマグネティックスティミュレーションというのは磁気刺激で脳 の, あの外部から強い磁気パルスをパーンってやると、誘導電流が脳の中にできて、一瞬だけその神経活動を起こって、まあ、ディスラプト、止めることができるんですね。で、その小脳に TMS を打って、運動しているときに、TMS をパンって打って小脳の働きというのを一瞬止めることを、このクリス・マイヤルというイギリスの人がやったんですね。そうすると、運動の予測性成分がなくなってしまうというのを発見した。で、まあ、この小脳が、小脳患者さんとか、この FMRI、ファンクショナルイメージみたいな脳活動を見たりとか、脳を刺激したりして、小脳を刺激したりして、で、予測成分が失われたりする様子を見て、小脳が予測計算をしてるんじゃないかという結果が出ています。で、これはまあ、これは人ですね。人のとか患者さんとか、まあ、患者さん、健常者、患者さんの実験で、猿でもやってる人がいます。シダラ先生、三相研かな、のシダラ先生とか、コルツとかロイトマンはエブナーのグループだか、アメリカのグループがあって、そこが小脳の、神経活動、特にプルキネ細胞の神経活動と運動がどういう関係にあるかというのを調べています。で、まあ、ちょっとここは、面白い話なんだけど、深いすると長いんだけど、いろいろ論争があるんですよね。何をやってるかみたいな、先ほどの一次運動野の論争と同様に、小脳でも何を計算してるかっていう論争があって、細かくは言いませんが、内部順モデルを計算してると、内部逆モデルって違うモデルを計算してるんじゃないかという人たちが論争をしています。で、今、まあ、まだこれもなんかこう2000年代ぐらいの頃にあったんだけども、最近そういう話聞かないですね。で、まあ、ちょっと今日はこの話に入らずに、小脳が準モデルだという話で、それをどうやって証明するかと、証明というか、調べるかという話をしていきたいと思います。で、ちょっと話すと、ちょっと話して時間切れかな。まあ、早くてもいいかな。で、小脳って、小脳が何をしているかというところで、これちょっと大きくした。小脳が何をしているかということで、これこうした。あ、こっちも見やすいね。小脳がこういう話、
をしているというときに、小脳というのはちょっと記号が見にくいですけど、X の V とか P とか、まあちょっと記号は、これは今の推定値だと思ってください。X の V、N ですね。N っていうのは時間のステップだと思ってください。時刻 N での、推定値。で、これビジョンとプロプロセプションって意味なんですけど、細かいから、まあこれ状態だと思ってください。時間の N における状態の推定値があって、それでその時の時刻 N の運動指令というのが運動やから小脳の入力として入ってきます。で、それが、フォワードモデル、小脳で順モデルをするとすると、それが次のステップの N プラス1になってますね。次のステップの予測になっているというのが小脳の計算だと思っています。で、それが、そういう計算を、そういう計算をしているんじゃないかというのが、これが有名な、これ結構有名な論文なんですね。シャドミア&クラカワーという、運動制御の偉い人たち、ジョンズ・ホプキンスの人たちが言った、論文が、もう10年も経って、12年も前だよね。うん、それで、この図式、これが、こういう図式が脳の中でこういうのやっていて、小脳が内部順モデルをやっていて、こういう予測をしている。そして、その予測を頭頂葉に介して、そして運動を頭頂葉で、から運動野に入力、運動野に、運動野にその状態予測が入って、運動野で力を生成して、体を動かす、ぐる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 回っているっていうのが、まあ、色もあるんですけどね、細かいところを言うと、違うんじゃないって、僕もちょっとこの細かいところと違うんじゃないと思うんですけど、ざっくり言って大体こういう計算をしている、脳の中で、運動関連のところで運動野と小脳と頭頂葉というのがあって、そこはそういうのをやって、で、ちょっとだけ話した最初の時にドーパミン細胞とかですね、それその価値とか報酬とか計算しているところにはとこではその脳の中でそういう報酬とか、あとコストというのを計算している小脳規定核があって、規定核のところで目的のようなものを計算しているというのが規定核なんじゃないかというふうな話をしていて、それで規定核 と、大脳皮質と小脳というのが連携して運動の計算をしていると思われています。いいですかね。で、それでまあいいかな。それでですね、まあいろいろ話しましたが、大脳と小脳というのは内部順モデルだという話をしました。内部順モデルじゃないかという話をしました。で、実は、小脳が内部順モデルのように働いているという証拠っていうのは、猿のデータ、猿をトレーニングして、運動させたときに、取れた神経活動を見て解析をするわけなんだけども、そういうのを見たときに、意外に直接的に検証している仕事っていうのは少ないんですね。ちょっと細かい話だけども、この人たちの仕事というのは、その運動のプルキン細胞の神経活動を取ってきて、それが運動の何と相関しているかっていうのを見ているのであって、予測しているかどうかっていうのはあんまり見てないんですよね。というと言い過ぎかな。ちょっとまあ見てるっちゃ見てるんだけど。で、そこがちょっと不満があって、都立総合医学研究所の、筧先生と、あと石川さんという2人の方と共同研究した話なんですけども、こういう研究なんです。何をしたかというと、ですね、こっちに戻ったらいいかな。内部順モデルの計算を見てみると、内部順モデルというのは、過去の状態を受け取って、現在の状態 を予測するってものでしたね。出力は予測になっていて、入力は過去の状態で、出力は現在の状態。で、もしこの内部順モデルがうまく働いていたとすると、この XT というのは、良い予測だとすると、こ
この予測というのは、じゃあ未来に何が入ってくるかの予測ですよね。だちょっとタウ D っていうのは遅れ時間なんだけど、遅れて入ってくると。で、そのこれからちょっと時間をシフトさせたような XT っていうのが出てきますよね。で、もし内部準モデルが正常に働いていれば、この今の時刻での出力の XT というのは、未来のにちょっと後に来るでしょ、タウ D 後に来るあの状態入力とに相当するわけだよね。そうすると、何が言いたいかっていうと、この出力を用いて今の時刻 T で、時刻 T でのこの小脳の出力の活動を用いてタウ D っていうち、タウ時間タウ後の入力が何を入力を受けるか予測できるか。もしそれ予測できたとすると、内部準モデルの、としては、内部モデルの必要条件のを満たしますね。ここいいですか？紛らわしい。わかる？言ってることは。大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫。そう、うん、大丈夫だよね。この、で、今のやつで、その将来の、あの、神経活動を予測できるかっていうのが、あの、そういう問題なんです。で、それで、それが今書いてるのであって、この出力が今の時刻で、将来の未来のちょっと数十ミリ秒後、数百ミリ秒後の未来の入力っていうのを予測できますかって、予測できればその内部準モデルとしての計算をしてるってことになりますね。計算はできてる、計算することができるってことになります。を示したことになりますね。それを示してみましょうっていうのが話なんだけど、ちょうど時間、もうそろそろ時間なので、とりあえず終わって明日続きをやろうと思うんですが、ちょっとだけ話す と猿が、こういうふうに、これどれだろう、ケイ先生のでちょっと見てもらうと、こうやってさっきの手のやつ、今度手首でやってるんですけど、今ちょっとこれを見ながら、これがホームポジションに戻って、これが猿がこの8方向に動かせます。今右に動いたでしょ。そうするとこのカーソルを動かして、そうやってます。それで、あの、うまく動かすとジュースをちょっともらえて、あ、こっち見てね。で、こういうような、こういう活動ですね。これをこうやって右にちょっと、この左、さっきのやつね、左に動かしましょう。手首が動くでしょ。手首を動かして、手首が動いた分だけ、この、あの、カーソルというか、点が動くと。今度右に動くと。これ8方向やりましょうと。まあ、さっきの、あの、ジョージ・プロスの実験に似てますね。この時の神経活動を、いろんな細胞、小脳のいろんな細胞から測って、それでその細胞を使って、その神経活動を使って、その神経細胞を使って、先ほどのものを、先ほどのこの内部準モデルの直接の検証をしましょうというのが、これから話す話なんですけど、まあ時間切れかな、今日は。なので、まあちょっと、まあ切りもいいので、ここで今日は終わりにして、明日続きをやって、明日何やろうかな。まあこれ終わったらまた何かちょっと考えていきます。というので、ここまでで、ちょっと尻切れトンボなんだけど、まあ明日、朝から続きをやろうと思いますが、ここまでで質問はないでしょうか。大丈夫です。言ってることはわかる。はい。はい。大丈夫。よかった、よかった。では、明日、じゃあこの続きをやりたいと思うんですが、はい、じゃあ今日はこれで終わりにしてもいいかな。はい。